どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新キャラシャンクス使っていきましょう。どれぐらい強いんでしょうか。ウタは俺の娘だ。それでは行きましょうか。とりあえず黄色ぐらいまで HP 減らしますね。騎士改正が入っているので黄色まで減らしていきましょう。おお、少々 OK、ナイス。で、説明によると、攻撃の後に、攻撃を入れることによって覇気を貯めるらしいんですよね。なので前のシャンクスとはちょっと違うのかな。モーションとかがね、全然違ってたら嬉しいんですけども、それはちょっと厳しいかもしれない、ルフィがね、ほんとそのまんまだったので、もうちょっと変えてほしかったんだよな。 OK、 あ、いいか、これぐらいで。とりあえず黄色まで減らせばいいでしょう。ちょっと待って、まず覇気をためよう。あ、わかった。チャージ攻撃の後に攻撃をすると覇気がたまるんですね。で、あ、覇気は、大丈夫大丈夫。チャージ攻撃してまたすぐチャージ攻撃に入っていけば全然大丈夫そうです。 OK、 もうそのまま倒したい。待って、それを誰だと思ってよ。死ぬ気で来い。 OK、 ちょっと待って、クロコダイル倒しきれてないの。無敵になってたか。してやられたな。悪魔の身の能力そんなに強い。で、一応どの技が強いか分かんないので青色の覇気を入れてきてます。一応ね、なんかまだ分かってないのでいいでしょう。え、通常攻撃の叩いただけだよ。なんか爆発的なダメージが出ることがあるね。なんだろう、なんかとんでもない爆発的なダメージが出るよ。 OK、 ニホークとりあえず倒しておきたい。いけるか。いけるね、強いね。一度仕切り直す必要がある。よし、あの目、待って、今の強いぞ。これ強い。チャージさん、チャージさん、これむちゃくちゃ強い。通常攻撃もなんか鬼のように強いね。通常攻撃が異常に強い、シャンクス。なんか爆発的なダメージが出ることがあるので、それの出し方が分かればめちゃくちゃ強い。いや、初見でこの強さはやばいね。さっき歌使ったんですけども、歌はね、ちょっと使いにくかったんですよ。シャンクス使いやすい。今回の最強キャラはシャンクスになるかも。オッケー、倒して。おっしゃ、全部いけた。いいね、ここね、うちの漏らすと結構めんどくさいんで倒せたっていうのは良かった。革命軍の手で、で、ここもワンパンでいけるか。ガープと戦国もさ、いやいや、通常攻撃が強すぎる。異常だもん、強さが。やばい強さ。もうちょっと回復しておきたいかな。ちょっと待って、初見はちょっとね、 HP 多めに保ちたい。で、常にこう覇気をまとってるからいいね。どうしたの、戦国。身を引いて気が抜けしまったのか。どの攻撃も強い。でもチャージ3がやっぱ一番使いやすいかも。行くぞ。親子喧嘩の途中なんだ。ラララララ、そうだ若造、死ぬ気で来い。この時代のその先を、ビッグマム倒しきれてない。でもいい、
強っ、うん、ここ一気に行きたいね。あれ今度会ったら生かしちゃおうかね。ここは一気に行きたい。どうしたこの程度行けるか。やるじゃねえ。どうださすがそんなに怖いか。つい喜びそうになっちまう。信じたよ。カイドウが残ってる。俺の力になる。いけたー。いいね。よしまった。助けが必要だったよ。オッケー。ちょっと HP 回復しすぎたけども。もうやめろ。もうやめとけ。前に世界を壊させるわけにはいかねえんだ。通常攻撃ほんと強い。でも負けねえべ。ナイスすぎる。あなたれがやってくれるぜ。よ次を一気に行きたいね。死ぬも生きるも天任せよ。ヒーローの力も入ってるし、前の負けだ。いけると思う。アラクは静かにしていてもらうぞ。白ひげ二番隊隊長の実力見せてもらおう。信じたよ。まあこいつらも一気に倒したいよ。これが強い。前は10年若く負けてた。あーサボが残ったのが痛いな。蹴りをつけよう。見せてやる。俺の爪は決して折れない。どこいる。引くしかなし。ブルネ悪魔の身の能力に頼りすぎだ。やるじゃねえか。終わり。心配するな。いい加減に。俺が何とかする。で向こうに行くまでにちょっとゲージを貯めたいけど無理か。大したもんだったよ。ルフィの兄だけはある。ちょっとたまんないね。かわいそうに敵が群がっちまってるじゃねえか。ラスト。これめちゃくちゃすごいぞ。これ決着をつけようじゃねえ。行きます。死ぬ気で来い。サボ OK。 一番めんどくさいサボをいけたっていうのはでかい。でミホークたちももう瀕死じゃん。信じたいな。シャンクスどこいる。終わり。いい加減にしろ。いやまだ終わってねえ。いやシャンクスねめちゃくちゃ強い。使いやすいこいつ。ルフィの兄だけはある。はい、ということで今日はシャンクスでした。強い。今回のダウンロードコンテンツのキャラで一番強いの、これ間違いないかもしれないですね。すごい使いやすかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。